皆さんこんにちは。私の名前はアシアです。みなぞですよ。ここは私のずっと前10年間ぐらい勉強してた学校です。はい、とても今戻れてとても複雑な気持ちなんだけど楽しいです。今自分の出身の学校リツェイナメルシェスにいますけど、ロシアの学校についてね、皆さんにお伝えしたくて、まず日本のと違いとしては、ロシアの学校は小中高全部同じ学校です。本当に全部一緒で、日本みたいにこう学校が分けられるってことはなくて、全部同じ学校です。私自分について言うとき、小学校中学校の時とか高校の時って言うけど、実際同じです。ずっと私はほとんど途中まで、最後の2年だけクラスが分かれたんだけど、ずっと同じクラスだったのね。同じクラスで同じ人たちと一緒に勉強してて、で、あとロシア学校制服どうなってますかって聞かれるんだけど、制服が、どちらかというとあんまりないんです。私たちの学校でね、一応ルール上にはあるんだけど、だいたい白いトップスと暗めの色のボトムスと、あとグレー色のベストあるけど、なんか今の生徒たち見ると誰もあんまりそれを着ないっていう印象を受けてます。とやっぱり日本と違うのが、そんなに受験勉強とかが大変じゃないというか、その小中高全部一緒だから、そんなに激しいテスト次入れないとかそれはあんまりなくて、なんか結構リラックス状態というか、なんか大学入るときはさすがにいろいろ勉強するけど、日本ほど塾だとかなんかそういった学校以外のお勉強って日本ほど多くないです。学校懐かしいな。うちの学校すごい天井が高くてとても綺麗な建物で、私もすごい好きだった。学校はやっぱり好き。ここに久しぶりに戻れる気持ちが、はい、今授業にお邪魔してます。はい、ロシアの高校生たちですね。日本でいうと高校2年ぐらいの、方たちです。そしてロシアの学校では基本科目は選べません。だからこれはやだ、あれはやだ、選びたくない、この授業受けたくないっていうのは基本なしで全部授業します。ロシアの学校では生徒たちがこのように、ご覧のように机には2人ずつ座っています。で、その順番は先生が決めてて、なるべく友達同士近くにならないように、授業中あまり喋らないようにしています。そしてその机は引き出しとかなくて、自分の持ち物、文房具だとか教科書だとか、それを全部学校に持ってきてその後持ち帰る。重い教科書5冊とかあったりして大変な時ありますよね。自分のロッカーとかそういうのは一切ないです。そしてロシアの学校の最大の魅力とも言えることが、夏休みがなんとなんと3ヶ月ですよ。想像してみてください。6月、7月、8月、全部丸ごと休みです。理由は何ででしょう？やっぱりロシアは寒い国だから、せっかくの夏を楽しみたいっていう多分思いを込めて、夏は全部休みにしました。ロシアの学校では部活っていうのは基本なくて、もう最後の授業のベルが鳴ったら、皆さん生き生きとのびのびと帰宅部です。私も、はい、帰宅部でした。でもそれは他に何もしてないってわけじゃなくて、習い事とかは別のところでやってます。音楽の学校だったり、芸術絵の学校だったり、スポーツを習うところだったり、そういう習い事は結構安くて、私もいろいろやってました。音楽も絵とかも芸術もバレエとかも習ってました。今日はロシアのこちらの女子高生たちと一緒にちょっとロシアの学食食べたいと思います。久しぶりに食堂に来て、
はい、ご飯食べたいと思います。はい、こちら食堂です。誰もいません。ガラガラ。こちらはオリビエサラダです。そしてピザです。あれ、なんでこうなってる。はい、こちらピザです。と、これはなんだろう、カンポート2つ頼みました。喉乾いたので、じゃあこれからちょっといただきます。じゃあオリビエサラダね、日本でなかなか作るの大変。何が入ってる。ちょっとのがカルトシキ、マルコフカ、ウィチナイ、コソチキアグルト。うん、パプスとかカルトシカスマヨネーズ。はい、こちらピザです。これはね、大学とか学校でたくさん食べてたからね。ちょっとこう、いただきます。悪くない。で、これ全部で合計円にすると120円ぐらい。これは美味しい、温かいし。懐かしいね、本当に。ここで10年間、人生の10年間、ほぼ半分ぐらい、人生の半分ぐらいここで過ごしてきましたわけですよ。はい、ロシアの学校でした。また質問あったら教えてください。一つの動画で多分もう喋りきれないので、たくさんあるので。はい、ご視聴ありがとうございます。ちょうどベルが鳴った。